はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の無理関数とそのグラフ丸1をお送りします。で、今回から無理関数がスタートです。で、まずグラフを書く問題4問ありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にもっと不安なのとかね、わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずグラフの、まあ、書く問題の前に、まあ、今回みたいに、ルートの中に、こう、文字が入ってるやつ、まあ、3x とか全部使ってますけど、そのルートの中に文字が入ってるやつを無理式って言います。無理式ね。で、それに関する関数なので、まあ、無理関数と。いうのを今回やっていくんですけど、で、次回もグラフを書く問題やる予定なんですが、まず基礎として、もう 3x 縛りというか、ひとまずね、こう、基礎の部分をやってほしい。で、無理関数のグラフなんて余裕だわっていう方はもう全然飛ばしてもらって構わないので、今回の動画はね。まあ、その自己判断でそこはお願いします。で、まず1番から行きましょう。もう1番、2番、3番は 3x が基本になっていて、で、まあ、マイナスがね、外についたり、中についたり、マイナスがなかったりっていう話です。で、サクッといきます。ちょっとまず答えから書いちゃおうか、1番。で、y 軸と x 軸と原点があって、y イコールルート 3x ありますよね。これも両方マイナスがついてない、一番シンプルな形なんですけど、これは原点通ります。で、原点通って、あの、二次関数のさ、曲線、カーブが横に倒れた感じ、倒れる。倒れた感じで、しかも、第一象限だけになります。これ答えです。そう、これで終了っていう。あれか、ごめん、グラフは赤で書こうかな。申し訳ない。普通に黒で書いてしまった。なので、もう一回こう、原点通って、まあ、曲線、カーブ、こんな感じやね。で、一箇所、まあ、通る座標はね、書き込まなきゃいけないんですけど、いけないんですけど、まあ大体が1の時。で、x に1を代入すれば、ルート3になるので、1の、ルート3通りますよ。っていう、これで、終了でございます。これが大元ね、1番。じゃあ次行きましょう。じゃあ、外にマイナスがついた時。マイナスルート 3x ですね。で、この時どうなるかっていうと、どうしようかな。普通に書くのはいいか。いや。こちらは分かりやすいね。よいしょ。まあ、こうなって、で、結論から言うと、ここにマイナスがつくと下に来ます。下。つまり、原点は通るんですが、第四象限。ここに来ると。で、これ分かりやすい方法として、もう x に1を入れちゃってください。で、x に1を入れると、マイナスルート3になりますよね。つまり、x が1の時、マイナスに来なきゃいけないから、あ、じゃあ下に来なきゃダメだよね。じゃあ第4象限に書けばいいか、みたいな覚え方をしてもらえると楽かなと思います。個人的にはね。もちろん、そんな覚え方しなくても余裕です、私は、という方は普通に覚えてもらったらいいんですけど。なので、外にマイナスがつくと第4象限に来ます。じゃあ、中にマイナスが来たらどうすると、なった時に、まあね、軸を右に書いた時点で、なんとなく察するかもしれないんですけど、こうなったら、これマイナスルート 3x、これは第二象限、原点は通るんですが、こっちになります、今度。第二象限ね、左上ね。で、これはですね、ずっと x に1を入れてきましたよね。で、これ例えば x に1を入れます。そうすると何が起こるかっていうと、y イコールルートマイナス3になります。もちろん i を使えば表せると言われたらそこまでなんですけど、 i についてはここは考えないので、これルートの中マイナスダメなんですよ、基本的には。だからダメだと。じゃあ x1 ダメだからマイナス1入れてみよっかって考えてください、グラフ書くときに。で、マイナス1を入れると、これルートの中が3になるから、つまり y イコールルート3になります。つまり今回は x がマイナス1だったらy がルート3になる。だから、こっち側、x が負のゾーンに、グラフが来るので、こうなるよっていう。この3つの、まあ、まずね、あと、本当、わかる方にとっては、えって感じがするかもしれないんですけど、
ここの区別をまずしっかりつけてください。で、なんでかっていうと、まあ、次回の動画もそうなんですが、これもそうですね。こういう風なのが一番出てきます。出てくるパターンはこのシンプルなのがほぼ出てこないので、で、基本的にはこの、これが頭に入った状態でこういうのをやっていてほしいなという思いがあって、今回ね、この3問入れたんですが。で、ちなみに、今回問題にはしてないんですけど、y イコール、こいつね、こいつにマイナスがついたとき、あ、マイナスルート、ルートって言ったからルート書いてもうた。マイナスルートマイナス 3x のマイナスマイナスになってますけど、これが第三象限、ここに来ます。こうやってね。いいかな。まあそういう感じです。で、4番。まあ今回ここがまあ本番っていうか覚えてほしいとこのメインにはなるんですけど、あの 3x だけじゃなくてプラス6がついてます。で、これはまあよくワークとかに載ってる書き方をするんだったら、まあ、下いけるよね。普通に書いちゃうか。今みたいにね、ほにゃらら x プラスほにゃららみたいな。まあ、もちろんここマイナスでもいいんですけど、まあ、ax プラス b みたいな感じになってるとき、これはですね、もともと、こいつは y イコール、ルート ax が基準になります。つまり、3x になってる時点で、ルート 3x ね、なってる時点で、こいつが基準になるんです、まず。で、こいつを、x 軸方向に、下いけねえかな。マイナス a 分の b 平行移動させます。それがグラフの書き方なんです。マイナス a 分の b 平行移動したものだよって。じゃあそれを丸暗記した状態で解いてみるとどうなるかっていうと、おっと、お前動いたかな、大丈夫かな。で、ちょっと右に行こうか。こうなりますよね。 y と x と原点。さっきも言ったように y イコールルート 3x、 まあプラス6がついてますけどね、ついてるけど 3x がいると。だからこれがまず基準になる。で、ルート 3x っていうのはプラスなので、第一象限、まあこのね、この右上にこう上がっていくやつ、こいつだよなって。で、これが x 軸方向にマイナス a 分の b 平行移動、 a が3、 b が6なんで、マイナス3分の6 a 分の b ね、つまり、マイナスに平行移動する。つまり、こいつを左側、X 軸方向の左側にマイナスに移動しようと。だから、原点通ってたんじゃなく、通ってたんですけど、ここ、マイナス2から始まります。左にずれるからね。でも、結局、右にこう、フィンって上がってったので、同じように、フィンって上げます。ちょっと、まあまあまあ、まあ、許して。右に上がっていくと。これがグラフ。で、グラフを書いたときに、x と y 軸とぶつかって y 切片がある場合は、そこを代入れちゃいましょう。ない場合はね、一箇所座標書き込む必要が出てくるんですけど、ここは x に0代入したものなので、ルート6になります。つまり y 切片、ここルート6ですよって、書けばこれで終了となります。なので、まあ元々はこの形でこれだけ平行移動してるよと。で、なんでこの平行移動するかっていうと、これ、こいつね、A でくくるんですよ。で、A でくくる。どこに書く？右下書こうか。こいつをね、A でくくると、y イコールルート A、カッコ、x、A でくくってね。で、プラス A 分の B になります。くくると。で、グラフの平行移動っていうのは、その x の場所、これ x プラス a 分の b になってるんで、この部分だけ見れば、x 軸方向にマイナス a 分の b 平行移動したっていうことになりますよね。今までやってきたと同じ勉強の仕方で。だから、マイナス a 分の b 平行移動します。ちゃんとこれも解くんだったら、その3でね、くくって、こうなるんです。だから、x 軸方向にマイナスに平行移動するの。もともと 3x のグラフをね、っていう風に考えるんですが、毎回毎回変形するのもめんどくさいので、もしこれを忘れてしまったら、あの、くくってやればいいんだよな、みたいな風に思い出してもらえたらと思います。では今回はね、まず無理関数のスタートということで、この4問やらせていただきました。では今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。
次回のグラフ書く問題は、今回の丸四みたいな問題をね、演習問題やっていきますので、まあ、今回の動画の、まあ、基礎の部分をね、しっかり固めてもらって、もしよかったら次回も見てみてください。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。